クロツラヘラサギは、長高ペルカン目とキカヘラサギ族に分類される、鳥類。カンボジア、大王国、大韓民国、中華人民共和国、台湾、香港、朝鮮民主主義人民共和国、日本、ベトナム、ロシア東部朝鮮半島西岸部や、両寧小沿岸部、ウラジオストック周辺で繁殖し、冬季になると、カンボジア、中華人民共和国沿岸部、台湾、 香港、日本、ベトナムなどで越冬する。日本には冬季に越冬のため、主に九州や沖縄県などに少数個体が飛来する。全長70から8 0トル。翌長3 6トル。翼海長1 1 0トル。体重1580から2 2 0 0ム。全身は白い。目先やくちばし、甲子は黒い。 繁殖期になると肝雨が伸長し、肝雨や胸部、目先の皮膚が黄色みを帯びる。幼鳥は、外側初列風切りや、自列風切りの外縁が黒い干潟や川口、池、水路などに生息する。満潮時には、吉原や干潟、池、低木林、低坊などで休む。樹上に泊まることもある。魚類、甲殻類などを食べる。干潟や浅瀬で、 水中や地中にくちばしを浅く差し入れて、細かく振わせ、ケ部ブを左右に振り再植を行う。無人島の断崖にある岩棚に、木の枝を組み合わせた巣を作るが、古巣を再利用したりアオサギなどの巣を奪うこともある。5月下旬から6月上旬に3個の卵を産む。雌雄ともに放卵し、放卵期間は26日。ひなは、孵化してから11日で巣立つ。 飼育下では、オスが生後5年、メスが生後3年で生成熟した例がある。2017年の時点では、生息数は増加傾向にある。一方で、工業開発や養殖地への転換などによる生息地の破壊、農薬による中毒、卵の採集などによる影響が懸念されている。標識や発信機による調査、 一斉に越冬個体を確認してカウントするなどの生息状況を把握する試みが進められている。1990年代初頭には約300羽、1995年には約500羽、2000年に約660 2005年に約1500羽、2010年に約2400羽が確認されている。2012年には中華人民共和国南部、香港、 マカオで772話、台湾で1562話、大韓民国で41話、日本で283話、ベトナムで35話、と、計2693話が確認されている。ありがとうございます。